ただいまご紹介に預かりました。相馬でございます。よろしくお願いします。えー、まあ、今回のフェスティバル東京ですけれども、まあ、今市村も申し上げましたが、まあ、やはりあの2つの点において非常に特殊なまあ、今までにないフェスティバルになるのではないかというふうに考えています。でま、1つはあの本当に言うまでもないことです。けれどもまあ、震災があったとで震災の後震災後初めての。 まあフェスティバルということでまあアーティストの方々の作品レベルにおいてもまた運営面においてもそれからあの海外との関係においても非常に大きな影響が出ることは間違いないというふうに思っています。でそれからまあその作り手側の想像力というのはもちろんだと思うんですがあのお客さんの想像力というものもまあどうまあがいても必ずあの震災という現実に結びついていってしまうと。 ということが予想されるわけでまあこういう事態というのは今まで私たちがまあ経験したことのないえ状況であるとでまあこれはあのえまあやる前からある程度分か,り分かっていることですけれどもえ特殊なえ会になるのではないかと思いますそれからもう一つはですねあのまあ FT のメイン会場であります東京芸術劇場でこちらがあの 震災とは一切関係ありませんが改修工事で現在閉鎖中であるということで我々としてはその機会に劇場の外に出ていくで都市に出ていくことを選択しているとでまあそのことによって物理的にもコンセプト的にもですねあの普段まあ当たり前と思っていたその演劇であるとかまあ 劇場というものをです、ね、根本から問い直すような作業を新たにしなくてはいけないだろうというふうに思っています。でこの震災と外に出るということがたまたま偶然重なったということで正直に申しますと運営面では非常に大きな負荷がかかっていると。 いうわけけですけれども、まあ、これをあの、まあ、単純にこうダブルにネガティブなものと捉えるのではなくて、まあ、むしろこれがあの5年後10年後歴史の、えー、中から振り返った時に、まあ、何かこれがこう歴史的な必然だったと思っていただけるようにですねあの、まあ、結果を出していきたいなと、まあ、皆さんの記憶に残る特別な会にすることができたらいいなというふうに思っています。 であのまあ、あのフェスティバル東京11のコンセプトに関してはお手元の,あの資料の私の文章をぜひ読んでいただければと思うので、まあ、ここではあまりあの詳しく話すつもりはないんですけれども、まあ、やはり FTE が震災とどう向き合うかということだけはあのこの場でお借りしてえっとお伝えしておきたいと思います。でまあ、今市村もも申しましまたけれども そのやはり震災をめぐってまあいろんな立場の人がいろんなまあ振る舞いをしているとでまあそれはもちろん個人や組織によっても違うものだと思いますでまあ一方でその今回の震災がこう歴史の大きなまあ転換点になるということをまあえ掲げてさまざまなアクションを起こしている人もいればまあ一方であのいやいやもう東京の現実は何も変わっていないんだと。 でこの現実をまあ粛々と日常として続けていくことがあの復興に貢献するんだというようなまあ論調もあるとで、まあ、そういったまあ2つの局の中でまあ FT はじゃあど,どう振る舞っていくべきかということはまあ震災後ずっと考えてきましたで、まあ、あのその中で私としてはまあやはり今日これからご登壇いただく、えー、アーティストの方々とまあ話し合いました。 何度ももお会いししししてまあ震災のことも話しましたしそれからあのまあ私の周りで一緒にやっているまあスタッフですねで彼らともまあ本当に何度も何度もこの件については話を重ねてきましたでまあそういう機会もまあもしかしたらその震災がなければ持てなかったのかもしれないんですがまあその過程の中でまあやはりまあ FT としては。 震災に正面から向き合うぞという決意を固めることができたとでその結果といいますかアウトプットが今日発表しているこの「私たちは何を語ることができるのか」というコンセプトになっています。で震災の直後におそらく多くの方がそのも,うもう何も言えないと。 言葉を失っってしまったというようよな感覚す。でそれはまあ当然途方もない虚無感とか喪失感ですねそういったものを表現したのではないかと思うんですけれどもあれだけその虚構が現実が虚構を超えてしまった時に私たちはちょっとこう言葉を失ってしまう自分のこう想像力ではもう何も対応できないというような悲観的な感覚を当然持つわけですけれども。 まあその時に先ほど市村も申しましたがいやそれでも演劇というものあるいはその同時代の表現というものがこの全体をこう包み込んでいってしまうような途方もない現実に対してちょっとその批評的に一歩引いて何かを考えたりそれを言語化したりつまり語るということですけれどもそういうことをあえてやっぱりしていくべきではないかと。 でまあ、そこが今回の「フェスティバル東京」が投げかけたい問い問ですで、まあ、何を語ることができるのかというのは、まあ、何も語れないという答えもあるでしょうしあるいはどう語るのかということが問題でもあると思いますけれども、まあ、いずれにしてもその「語る」ということそれを批評的に問い続けるということのある種責任というのを放棄せずに取り組んでいきたいと。 といいうのののが今回の FT の重要なコンセプトかと思いますで、まあ、そういう場をです、ね、作ることでその、そういう場をおそらくその今あの、日本や東京に生きている方々も必要としているのではないかと、まあ、そういうことを今回の FT ではある種証明していきたいですし、まあ、それを世界に向けてきちんと発信をしていきたいというふうに思っています。あの さっき一村が申しましたが、まあ、単純に東京は安全でもう元通りだから来てくださいというようなメッセージではなくむしろ我々がこが生きているこのちょっと大変な状況、まあ、ちょっとじゃないですよねあの、まあ、かなり不安定で不確実な現実というものをあの、まあ、アーティストの力で世界に向けて発信していくということが、まあ、今年の FT の極めて重要な態度かと思っています。はい まだあの震災も半年しか経っていないので、まあ、運営面等も含めて非常に不安定ではあります。であのえーまあ、なかなか野外でやることに関しても、えーえー、不安定なことは続くかと思いますけれどもどうぞ温かい目で見守っていただければと思います。 はい、すみませんという、まあ、私の前置きはともかくとしまして、まあ、ここからはあのアーティストの皆さんの発言を受けながらです、ね、この FT11 の輪郭というのを、えー、示していければなと思います。はい、ということであの、えー、今日いらしていただいている FT11 の参加アーティストの皆様をご紹介します。はい、それでではあの皆ささんどうぞ拍手でお迎えください